か標本平均の分布がどうなっているかというと、標本平均の平均は5集団の平均と同じになるはずなんで、それは対数の法則かな。で、標準偏差がこれになる、うん、大きさの平方根で割らなきゃいけないので、X バーがじゃあどういう分布になったかというと、 X バーは N の50カンマルート4分の3、これの2乗の分布にしたわけ。 X バーが N の50カンマ4分の9にしたキーカッコ、X バーが53以上というのは標準偏差は2分の3なので、2分の3分の、X バー引く50で計算すればいいので、ここに53って当てはめたら、20なんだ、標準、こういう標準化をしてあげると Z が20なんだ。 Z が2以上の確率っていうのは、正規分布表に書いてあるものはここの部分です。何かというと、正規分布表の、ここの 0.0 とか、まあ、10.00 とか書いてあって、2.0 の00というのは、のここが、0.4772 だったんだけれども、それはここを表すんだよね。ここが 0.47。 ここの先っていうのは、どうやって求めればいいかというと、この Y 軸からこの先の全部を合わせたら 0.5 になります。だから 0.5 から 0.4772 を引けばいい、0.028 ですかねっていう風になってますね。なので特にそのこの大きさの平方根で割るというのに注意してもらえれば。 Today I wanna be the light to reach where you're gonna be whatever you say. You may feel